こがましいっていうところおこがましいどこまで喋った俺、うん、おこがましいおこがましいからですね、はい、ほらもうねそのなんていうんですか、うん、できないですそんな直接連絡取る一日取れるんですよ、うん、知ってますよ連絡、うん、知ってますけどもそんなもう僕なんてもそんなね、頑張っていただきたいなっていうことで、うん、なるほど本当にもうね絶対行きますはいということで皆さんぜひ8日9日、はいね、沖縄でなんと落語が見られるということでもう2月には2つ目に昇進ですから、うん、2つ目に昇進あの、ね、落語って一番最初、まあ、前座で入るんですよ、はいはい、前座見習いとかもあるのかな、うんうん、でやってそれで、3、4年やるとその次2つ目っていうのを昇進できるんですよ今度2つ目に昇進するといろんな寄席で落語ができるようになるんですよ、うん、へ今はどっちかというとその手伝いだったり、うん、あとは開口一番ってその前座を務める、最初にちょっと短く落語するみたいな役割しかないんだけど、うん、もう2つ目からは各地でしっかりこう、うん、これは弟子から始まってってことですよね。そうですもう何年になるんですか、落語の世界入って、まあ、4年ぐらいまだそんなそうそうそう前座がそのぐらいで、はいはい、2つ目でまた5年ぐらいやってその次が真打ちですね。ああ、そうなんだ。そうそう。だから10年ぐらいやっぱかかるものなので、うん、はい。だからちょっとね、楽しみでしょう。はい。伝わるなその熱意が。いいでしょう。僕のお知らせじゃないのにこんなに伝わるっていうところがいいでしょう。うん、はい。ぜひ皆さん、はい、カラスマリティアラさん、周辺でデレデレしたおっさん出没注意ってことで、僕です。気をつけてください。はい。よかったら来てもいいんだよ。ね。ギノガルフいつも来ていいんだよ。この番組の前担当してましたからね、神田愛ちゃんはね。テンションがワンステージ上がったな。やばいですね。もうね、宇宙一可愛いと思ってますから。はい、じゃあ曲いきましょうか。はい。はい、今日は誰だっけ。はい。カレン、じゃあ曲紹介お願いします。禁断の惑星お願いします。キャプ君、俺がメール送ったの来てなかった。メール送ったんですか。ああ、やっぱあっちにメール行くのかな。ああ、もしかしたらそうかもしれない。ああ、それ多分、ね、これ迷惑じゃないようになんかこれ受ける設定に してて、ちょっと入り直してたんだけど。はい。ああ、そう。毎回チェックしてはいるんですよ。ああ、年末の不審者注意。別に不審ではないですね。まあ、でも今沖縄中部では刺して逃げてる犯人がいるっていうので、そうね、注意してください皆さん。ちょっと物騒だな、あのおでん屋さんも魚屋もそうだな、東大でしょ、うん、あれだから前原のアトゲレリーとかないのかね。あ、そう、うん、001って読むと思うんですけど、 TAB001 って書いてるアーティストさんなんですけど、 TAB001 TAB? はい、だから多分タブっていうのかなと。 TA? TAB ですね。 B です。すいません、 B AB の B です。 AB の B? はい、AB です。タブ001 001。タブー1です。タブー1、タブーって読むんですね。あ、タブー1。あ、そっちの可能性もありますね。タブーです。タブー1、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 タブー1。いや、あ、またタブーワンも別でいるってこと。うん、多分タブーだね、うん、小林大吾のタブー、はい、ということです。タブーさんで大丈夫ですか。うん、だと思う。
ラムダンク最高だったな。いいっすね。これ小田和正さんこんな感じで歌ってた。小田和正さんこんな感じで歌ってた。こんな感じで歌ってた。70ぐらいだよな。すごいよな。当てはらこが出ないもん。72。まあでもそろそろって言ってたもんね。本正解、山下達郎も正解、行けるときに行っとかないと、うんね、本当に。タブーさんで禁断の惑星でした、まあ、カレンが一応目覚ましで使ってるということで使ってますよこの曲。そうなのこの曲これで起きてる、これで起きてるらしいです。へー、はい、どういう気持ちで起きてるそうだよね、どういうテンションになるのこれで起きたらいや、いい気持ちで起きますよ本当、はい、小鳥のさえずりは絶対聞こえないよな。そうね、その日の朝なの電話の音が聞こえるじゃない嘘ですねさあということで、じゃあコーナーいきますか。はい、はい、参りましょう。しりとりトーク。ジャムさん、禁断のテレパシーと思ってしまった。そうですね、僕もそっちの方が馴染みが不動静香さん、はい、はい、僕アルバムも何枚も持ってました。あ、そうなの、工藤静香さんの、はい、そうですね、この間なんか FNS 歌謡祭にも出てたんで、工藤静香さん、ね、工藤静香さん歌うまいよ今でも、うん、ね、綺麗だしね、多分50歳はもう超えたんじゃない、ね、森高千里さんも出てたの見た。森高千里さんも綺麗ね。すげえよな。すごいね。おばさんにならないよ。なってないよあの人嘘ついてるよ私がおばさんになってもって。何年ってないよ。ならないからな。うん、インチキなってないよな。インチキとかじゃないけどすごいんだよな。そうだよ、なってないよあの人。さあということで、すいません、ちょっと取り乱しました我々取り乱しましたけど、うん、気を取り直して、川光愛さんの落語が1月、1月8日とおいえい9日です。ごめんごめん、はい、変なふりした。来てもいいんだよ来てもいい、全いつでも待ってるからね、ね、うん、この時間の前喋ってましたからねみんながアルファの前身の番組ですからね。はい、さあということで、しりとりトークいきたいんですが、はい、皆さんこれ前は何やったの。前はね、うん、11月22日に、うん、その前が危機一髪から2だったんですけど、うん、前回はツイッターっていうこのお題一つだけで、あ、進んだのツイッターだけだったんですね。だけなので今日はタから、タから始まる、はい、じゃあお題をぜひ皆さん、ツイキャスの皆さんコメントいただければと。タから始まるお題をから始まる。あ、ラントさん来てます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。タのお題。タから始まるお題をぜひいただきたい。タ。タランチュラ。タランチュラ。タランチュラ。何を喋るの？昔タランチュラのなんか映画めっちゃ怖いのあったけどな。クモの映画。クモ。タランチュラシリーズとかアリシリーズとかさ。あ、なんかアリはなんとなく分かるような気がする。なんか土曜ゴールデン洋画劇場でそっちやってた。怖いんだ。あとハトとか。ハトだったかな、トリトリのなんかそのシリーズ。あ、そう、うん、あ、やば、アリはなんとなく覚えてる。アリはあったんだよな。あそこのタンポポ。あ、ラントさん田んぼ、ジャムさんタオル、ジャムさんタイルマン、うんついてるし僕しか喋れないし店カフェさん宝物、お父さんタラフ、ターム、おー、どうします？宝物とかいいか、いいんじゃないですか。そうです、ね、じゃあ宝物しますか、はい、はい、じゃあ行きましょう。宝物はい、あ、宝物か、うん、ありますだから今
そういう宝物、過去にもあったものの時とか。あ、でも俺な、小学校の時はすごいバッジ集めてたんですよ。ああ、ガチャガチャでね、いろんなとこ集めてた。缶バッジですか？缶バッジ。缶バッジ。今でも僕持ってますよ。あ、本当でも、いろん、もうジャンル問わずよ。うん、持ってる。もうオッケー、お菓子箱にさ、もう100個ぐらい。入れるね。もうバッジ。缶バッジか、自分はあれですね、このファンの方からもらった手紙とか。いいです、いい答えですね。手紙とか結構物とか、あ、ぬいぐるみとか、なんかめちゃくちゃ大事にしてますね。なるほどね。手紙ももう、もう読んだら綺麗に閉じて綺麗に箱に入れて、嬉しいねそれは。あ、もうずっとそれを持ってるんだ。はい、ずっと持ってます。あの最初自分がこのこういうの始めた、入り始めた時からファンになってくれてる方のとかも全部保管してます ね、 いいすね、ちゃんと。なるほど、アイドルとして正解です。ありがとうございます、はい、僕あれですね、小さい頃からプロ野球が好きだったんで、子供の頃にもらったサインは今でも持ってます、プロ野球選手。なるほど。小3ぐらいに、初めてプロ野球キャンプに行ったんですよ、沖縄市の広島キャンプに、で、なんか画用、なんていうスケッチブックみたいなものにみんなもらって、で、下に名前も書いて、当時の北別府とか、あと誰かな、大野とか津田さんとかね、あとランスとかっていうのがいたんです、大根の選手が。その選手のサインをもらって、中に正田さんっていう人がいて、首位打者も取った選手なんですけど、その正田さんに何年か前に僕お会いしたんですよ。ああ、そうなんですね。3、4年前ぐらいかな、番組関係。いやいや、ちょっととあるところでお会いして、でその時に僕そのスケッチブックを持ってって。おお、そうなんだ。へえ。実はもう小3だから50だから30年以上前に、こうやってあの翔太さんからいただいたんですって言ったら、めっちゃ喜んでくれて、その隣にまた改めて翔太さんのサインもらったんだよ、並びで。30年越しに翔太さんのサインもらって、ちょっとなんかあれはいい記念になりましたね。いいですね。そう、だから宝物ですね、サインいいですね。そうそう、大事に撮ってて。で、僕落合さん好きじゃないですか、落合さんが最後に日本ハムに行ったんですけど、日本ハム初日にずっと落合さん追っかけてたの俺、朝から帰る時まで、ご飯食べる時も窓の隙間から覗くぐらいずっとおかげでした。覗くの好きだね。国際通りといい。国際通り覗いてないじゃん、別に。カチュンのライブを覗いた。いやいや、で、帰り際にサインくれたんですよ、お茶屋さん。そうそうそう、もうこの人何回かしたと思いますけど、色紙にもらったんですけど、キラキラしたところにお茶屋さんがサイン書いたから、お茶屋さん逆ですよって言ったら、こっちが表なんだよって言われたっていう。いいな。お茶屋さんと会話したのが唯一それですね。で、後から調べたら、色紙っていうのはあのキラキラしたところが実は表で、あの謙遜して私はまだ表に書くものではありませんってことで白いところに書くっていう。あ、そうなんだ。だから自分で自信のある人はキラキラしたところに書くんだ。逆なんだ。嘘、書く人いるの、キラキラしてるところに。落合博満ですね。だからそのね、初めて、すごいね、本当に。だから色紙の表はあのキラキラした方だっていうのを、そこで大学生ですね、19歳かの頃に学びましたね。初めて知りました今。ということで、かっこいい。次から話のカレーもキラキラしたところに、そうですね、書くかもしれません。はい、はい、で、こんな感じで、はい、はい、じゃあ次いきますか。宝物だから、宝物の、のね、のね、の、はい、の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 からもらったのに咲く、からそういうさ、のぞき。あ、のぞき、沖縄大好きさん、ノート、乗り物。ノート、ノートな、ノートか、MC さん、のものフォークボール。僕は喋れますけど、ノンレム睡眠、ノーズフェンシング、マンモスさん喋れますけど、マメマメさん、私、カナさんの色紙入れたいところありますよって。キラキラ、いやいや、キラキラと書いてあることは一回もない。飲み会、ノーまんじゅう、能力、ノート。ああ、どれがいいかな。ノロウイルス。ノロウイルス。懐かしいですね、なんか。どれがいいですか、かな。どれでも。ノート。ノート。ノートにする。はい、じゃあノートで。じゃあ、ノートで。はい、ノート。
僕から言うとノートで思い出すのが、うん、高校の時に、はい、あの塾通ってるメンバー4人かな5人ぐらいで、まあ、あの交換日記してたんですよ。へえ、ノートに。えいつ高校？交換日記。高校3年2年3年。高校でそんなことしたん？だから今思えばすごい恥ずかしいんですけど。いいですね。でも、うん、もちろん、高校生ですよね。そのグループは多分女の子も2人入ってて男の子3人で5人ぐらいで多分やってた。それがもうね、そのノートで、まあ、5人でもちろんね、もう絶対誰にもバレないようにというか、専用のノートですかね。専用のノートとかあるじゃないですか、うん、もう普通 の、 あの大学ノートみたいなのに。ああ、なるほど。なんかそれを回してて、そしてある日教室行ったら全然違うやつがそのノート見てたわけ。超嫌だ。ダメじゃないですか。もうめちゃめちゃ恥ずかしかったもん。なそのなんかみんなでの秘密の共有みたいのもあったはずなのに、うん、普通に見られてたってこと。うわ、あれがねすごい強烈にもう覚えててショックで。いや、いやだな、うん、それは嫌ですね。俺がトップバッターで、確か最初の一言目がオス、オラ、悟空みたいなこと書いてあった。これ恥ずかしいな。それは恥ずかしいな。もう強烈にもうね、恥ずかしくて。俺グループ内でも恥ずかしいな、それは。恥ずかしい。いや、一緒です。今考えたら本当に恥ずかしいんだけど、なんであの、あの時、なんであの時でも、いや、高3で交換日記やるのも珍しくない。まあでもほら、俺らの頃ってなんでやってたのかが分かんない。ポケベルぐらいしかない時代だから、まだね、携帯なんか持ってる人いないから、なんか連絡というかみんなの中でこう共有するって一つのツールだったんですか。なんかね、誰かっていうのは、うん、やってましたね、ノート。あー、はい、いい淡い思い出ですね、はい、いいですね、交換日記。彼ノートはどう？自分はですね、この小学生の頃ヒップホップ始めて、うん、バトルに出始めた頃ぐらいからダンスノートっていうのを、うん、おー、いいですね、めちゃくちゃやってましたね。もうなんだろう、ライバルがいたんですよ、うん、それがあのチームの相方だったんですけど、うん、もうめちゃくちゃ動画見まくって、うん、この人のなんだろう、いいところ悪いところとか全部めちゃくちゃ書き出して、自分でまとめた感じね。自分が見た、客観的に見て、うん、なんかあ、ここが弱そうだなとか、うん、ここがうまいとか、うん、もう全部書き出してめちゃくちゃ研究してた覚えがあります。それをノートに書いたりとか、今日はいついつレッスンがありましたとか、日記も書きながらみたいな、うん、でも今日はこれとこれを習いましたみたいな、でここが自分的にはダメだったとか全部めちゃくちゃ書いてた覚えがあります。なるほど。あ、ここを直すとかありました、ね、そのぐらいやっぱ熱かったんだね。めちゃくちゃ熱かったですね。なるほど。いや、まあそれが今にも生きてる、ね、ところもあるでしょうし、ね、僕もでもね、メモ帳ノートはいつも持ち歩いてるんですけど、うん、なんかでね、まあ打ち合わせとか行ったりとかした時に、ね、うん、ちょっとしたね、ノートで書くんだけど、うん、字が汚くてさ、あ、読めないわけ。意味がないだからもういつもやってることはノートに書いたらもう戻ってきて、会社なり家なりでそのノート見て覚えてるうちにそれをまたまとめる、まとめるみたいな。でも2日経ってそのノート見返したらもう何に書いてるか分かんない、うん、あー、ノートね。小4ぐらいに、うん、まあ、あの漫画をね模写して書いたりだとか、うんうんうん、あとはあのファミスタのデータを写して書いたりとか選手のデータをね、あー、自分なりのオールスターを作って書いたりとか。なるほどなるほど、はいはいはい。あとは俺が小さい頃にゲームブックって言ったの覚えてます？あった、わかります。ファミコンが流行った時にね、そう、あのさ、うん、読んでいくじゃん、はい、何章ってのが書かれてて、ああそっかそっか、その時ね、そうそうそう、見て次40に進む、うんうんうん、だから順番に読むんじゃないのよ、はい、で40に進んだらそこで選択どっちに行くみたいのがあって、はい、で それに行ってストーリーが進んでいく。あ、懐かしいね。なんかスゴロクが一冊の本にまとまったみたいな、そうそうそう、でストーリーがついててみたいなね、うんうん、それのねドラクエ版もあって、あ、いっぱいあったの時、だからそういうゲームブックっていうのが好き、それ自分でなんか作ってクラスでなんかみんな自分で作ったの、自分で作った、なんていうタイトル？いやいや、なんだったかな。カンナの大冒険みたいな。ダサいな。なんかそういうのをやった記憶がありました。ゲームブック。自分でノートで作った記憶がありますね。パラパラ漫画とか書いたことある？ああ、前あんまり。あれ誰でも、でも一回はチャレンジ。
まあまあちょっとちょっとしたけど、ね、結構ね、うん、なんだろう、枚数とかさ、うん、結構大変だから断念するんだよね、いつもね。まあ、あれは根気がいります、ね。根気がいるよね。まあそんな思い出ですけれど。はい。はい。こんな感じにしておきましょうか。はいはい。じゃあ以上で。はい。以上、しりとりトークでした。ギノガルフ。神田国広です。伊波優作です。花城かえんです。私たちはギノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりません。いくぞ、ワンツーじゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな、だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うんうん、アブ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 。ギノガルフ。ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあ、ここで一つお知らせなんですけれども、今年のギノガルフの放送は12月27日、うんまでやりますということで、あと2週ですね。早いっすね。今年もね、残すところそうなんですけれど、その27日にちょっと特別企画、ギノガルフインパクト大賞2022をやります、はい。今年番組の中で出てきたフレーズだったり出来事だったりで、まあ我々が選んでね、はいはい、チョイスして、その中から大賞を決めたいと思いますが、うん、去年は厚木が、あ、そうですね、ね、7の段、6の段、7の段で取りましたけども、うん、さあ今年は誰がどのフレーズでどの場面でのインパクト大賞となるのか、はい、汗飯前から1年、もうそうですね、1年以上経ったってことです、ね、そうなの、もう経ったんですね。あ、そうってよ、なんかあれってよ、1000枚達成した日、あ、そうだよ、え、あ、電話で、うん、あ、そうか、今日あれから1年だよ。いや、1年だ、うん、早いね。早いですね。早い。そうなんですよ。だからまあまあとりあえず今年をちょっと振り返って、はい、どうしますか、放送でってことにしますか。そうですね。ね、火曜さんは入れなくて、はい、あ、そうだね。火曜さん見てない人もね、いますから、うんうんうん、放送の中で、出てきたフレーズだったり出来事で、インパクト大賞、うん、はい、選びたいと思います。ぜひ27日まで放送ありますので、はい、そこまでお聞きください。なお年明けなんですけれども、うん、年明けの放送が3日なんですが。うん、そもそも FM ギノワンが生放送やってないんだよね、はい、ね、3日は三が日はやってないんだよね、やってないですということなので、うん、休みます。はいはい、はい、なので10日、年明けの最初は1月10日になります。1月10日、はい、ということで年末は27日まで、年明け一発目は10日とスケジュール入れとこうね、はい、後でやってということで、愛の話しすること、面白いこと言ってますかってことで、僕も今ちょっと全部見返してるところですけどもね、はい、端々で言ってますよ。朝飯前からでも1年って早いね、ほんとね。いや、早いですよ。俺このまま言ったらあれよ、カレンがもう普通にアシスタント最長記録になりますよ。 あ、そうなんですか。え、だって去年4月5月ぐらいにこのまま言ったらね、うん、もう喉かなんかあっという間に超えましたぶっちぎりでしょぶっちぎり超えましたそうなんです。そうですか、そうかもね、まあ、ただ出演回数で言ったら前の方が多いな。あ、まあそうですね、まだまだ遠征とかお休みと結構あるんで、はいはいはい、前の方が回数的に多いですけども、うんうんうん、だからいろいろね、ギノガルフもまた来年に向けて、まずは年末、はい、インパクト大賞お楽しみにしていてください、はい、さあということで、なんかどうしましょうか。もう一回お知らせいきます。大丈夫。はい、じゃあお知らせいきます、はい、
今度の土曜日、うん、今度の土曜日に琉球アイドルのあかりさんの生誕祭一部にカチューンが出演させていただきます。そして、18日今度の日曜日に、メンバーの朝比奈萌ちゃんの生誕祭がございます。こちらはどちらもサイバーボックスと、あ、場所がサイバーボックスとなります。詳しくはカチューンの公式ツイッターをチェックしてください。そしてあと一つ、OBP さんの曲好きすぎて I love you が那覇バスターミナルで流れております。 TikTok ので曲が登録されているのでぜひ使用してみてください。よろしくお願いします。はい、さっきのインパクト大賞なんですけど、うん、皆さんがもし覚えてるのがあれば、うん、またね、そうですね、その時メールでいただければなと思っておりますので、はいはいはい、ちょっとメモしておくとかね、記憶にまたなんか残しておいていただければ、うんうん、YouTube でもね、そうそう、ギノガメって YouTube で見られますから、はいはい、今年振り返って、あの時面白かったなっていうの残って、うん、でその日メールでぜひお寄せいただければなと思っております。はい、はい、じゃあこの後久しぶりの本家放送をやりますんで、はい、そこまでお時間ある方はお付き合いください。神田邦弘ツイキャスぜひチェックよろしくお願いいたします。というところでお時間です。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と花城可憐でした。皆さん、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。さよなら。はい、本放送お疲れ様でした。ありがとうございました。ということでインパクト大賞やりますんで、はいはい、皆さんちょっと忙しいと思いますけど、ちょっと振り返って、はい、もう一つはもう浮かんでるんで、あ、そうなんですか。全然何も今のところないですね。あれも、はい、全然浮かんでない。一人二つずつよ、はい、あで、一応予備で三つあったらなおよし。三つですか。まあ、できれば、まあ二つできれば三つ、予備で、はい、最低2つはちょっと選んでください。はい、はい、じゃあこの準備ができたら巻き落としますんで、はい、では後ほどです。